必勝チャンネル司会の小泉恵美です。本日もよろしくお願いいたします。そして今週は柏木さんとダニさんと3人でお送りしていきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ今週はですね、日曜日に開幕週の中山で行われる中山記念を中心にお届けしていきたいと思います。まずは出走メンバーこちらです。さあ柏木さん、今年の中山記念の好メンバーが揃ったと思うんですけれども、このメンバーからまずはお願いいたします。この馬はどこを目標にしているかなということでしょう。まあ、中山記念を目標にしている馬もいますし、来る来ないじゃなくてね、次にどこかにというのもいるんで、そこら辺の見極めはポイントの一つにはなると思います。中山記念って、まあ、本当に柏木さんおっしゃった通り、春は、大阪杯っていうのが2000メートル G1 ありますよね、はい、でドバイも当然、ドバイの1800メートルも2100メートルもマイルも視野に入れて、であとは香港っていうのもある手がありますよ ね、 ね、だけどステップレースではなくて、よく見るとね、賞金高いんだよこれ、中山記念はね、その春の G1 のいろいろ海外に行く方もいらっしゃるでしょうけど、乗り換え駅だけど、乗り換え駅でお金はもらわないと払わないといけないっていうか、それを旅費を稼がないといけないレースかなと思います。中山記念で奔走してるより海外行ってもしょうがないでしょ、ね、そういうことで、ストレートに言うとね、舞台となるこの中山の 1800m、 このコースについてはいかがでしょうか。あの中山コースは、ね、本当は先行有利に決まってるんだけれど、時々によってそのメンバーによっては、きちんと実績通りに来るコースではないかなと思います。なんで93回も行われているかというと、ちゃんとした馬が勝つからなんだ、そうでそれなければグレー、グレードを与えられない500万の中山1008は難しいと思います。でも丹下さんが言ったようにじゃないから、中山記念は93回も行われている、まあ、昔は距離違いましたけどね、はい、それではこのコーナーから行ってみましょう。中山記念をポイントで解説、お二人に中山記念を予想する上でのポイントを伺っていきたいと思います。ではまずは柏木さんのポイントいかがでしょうか。はい、あの別定重量戦なんですけど、今年の場合はたまたまあのスザフ・リチャードの58キロからラッキー・ライラックの53キロまで、あれ安定戦並みの負担重量の差があるかなっていうところがポイントだと思います。負担重量に不利があると歓迎したくないケースかなという気もするんですよね考えちゃう、難しいんですよ、G1 馬ね、5頭ですか、多分中山 1800m ね、みんな不得意じゃないタイプが、その実績あると思うんですね、だけど G1 勝ってる馬たちは57キロ8キロは経験してるし、だけど微妙なやっぱなんかその筋量差ありますね、そこで最後になんか予想付けるときに悩みますね。ただ筋量差って言いながらだけど、実はこの実力の人気になる人たちは相手のことはみんな分かってるの、そうですね、どういう競馬をするかもね、だからあんまりポイントではないかもしれないけど、もし最後の写真判定になったら負担重量の差はあるだろうという意味です。はい、続いて丹下さんのポイントはいかがでしょうか。はい、もうあの中山 1800m 実績、これはまず第一だけど、ないケースも G4 馬出走してる馬いますよね、その場合は、G3 よりは G2 よりは G1 に、素直に 1600m から 2000m で、その G1 の勝ちくらがあるというやつは強いと思います、年齢が最近言われてるんで、今の流行りで言うと4歳だけれどね、4歳が10年で4勝でしたっけ、だけど柏さん、一昔前は中山記念は6歳7歳8歳もよく得意なやつはいましたよね。はい、あのリピーターの来るレースというのは多いんですけど、中山記念はもう最初から条件決まってるんで、最初から狙ってる馬はいるね、春になったら1回使って中山記念とか、中山実績なくても G1 実績がある馬に行こうか、どっちかどっちかですね、っていうところです。
ですね、はい、いやあとあの引退される柴田正人騎手なんか中山記念大好きで、はい、そういう騎手のほら中山選抜に対するあの、はい、こう慣れ方はあるね、うん、ということで、柏木さんの予想のポイントは負担重量そして丹下さんがコース実績ということで皆さんぜひ参考になさってください。中山記念の出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。ずらり豪華なメンバーが揃いました。それでは参りましょう。昨年の勝ち馬ウィンブライト2ラウンドからの、まあ、相手がうんと強化するんですけど今回は1キロ減で出走できるというのと、うん、これは丹下さんの言った中山千八公社に一応入るよね、はい、であの順調に使えてる、はい以上かなっていう印です。もうあの中山千八3戦3勝、うん、体を見たら490キロ、うん、びっくりしちゃって、こんなに、なんか体も、ね、一気に増えて、うん、違う作りになってるな、うん、一応中山記念が目標で、はい、それを勝って次を考えようかなと思ってるんではないのかなと思います。マルターザーポジ前回出遅れて馬は怒って走ってたけどね尻尾振ってねだから使ってきたと思うんですけどねしかし小倉に行って連投というのは厳しいでしょうね。ラッキーライラックここで、うん、銅と爆弾とこの中間はやっぱり、もう一回微調整し直して、体を作り直してあの元気が出てきました。もりもりあんまり失うものがないんですよラッキーライラックね、うんうんチャレンジャーで、しかも G1 馬、まあ、2歳 G1 ですけど、うん、ひょっこり53キロっていうのがもう一回巻き返せると思います、うん、いや丹下さんの、おっしゃったチャレンジャーという立場にやっと立てるんだと思います。その立場は大きいと思います。先行力があるからね、うん、シベリアンスパーブ上がらず、うん、リアドラここで柏木さんが金リアドラもあのドバイに行く予定です。 そうですね、ですからスワブ・リチャードとともにここを使ってという読み方も成立するんですけど牝馬でね多分今回500キロに達すると思うんです、うんうん、こういう牝馬も珍しいしねこの馬の54キロは有利だと思います。2走前の府中牝馬ステークス、レース形態が違うんですけど、はい、毎日王冠とねほぼ同じタイム展開全然違うんだけど、うん、どっちが強かったってそれはディアドラだし、うん、柏木さんのおっしゃる通り54キロだったらこれは中山コースに変わっても、変わらなくちゃいけない。ここで奔走してる馬はどうやっても勝てないです、うん、9歳になりましたトルークマクト強気だけどね、うん頑張ってますね、うん、ステルフィオあれ悩んでからも銀しようかなお二人とも銀ということです、うん、明け4歳スプリングステークス1分48ページ、うん、自信を持ってそのままの、内容で、押し通せると思います。今はそういう素直な構えができるものになっているような気がします、うん、自在の足を使えるタイプだと思います、うん、ですからあの自信を持って乗れば1006よりは1008の方が合ってるんじゃないかなという可能性あります。父のローエングリーンはこのレース2勝しています、うん、ハッピーグリーン、うん、どこかねやっぱ腰が細いと思うんですよね、うん、もともとはやっぱねどっかこう急坂はあんまり良くないような気がします、うん、エポカ道路ここはお二人ともどうおそらく花切るか2番手だよね、うんうん目標にされてはエポカ道路自身は嫌だなと思うと思います中山記念時々雨の日が多くて、うん、そんなに時計も速くならないので、うん、57キロで皐月賞勝ってますね、うん、4歳は57キロかいきなりデリケートなんですけど、はい、逆にあのオルフェーブルさんクラシーこう意外性評価したよね、うん、そこはあるね、うん、ねだからあの嫌う手はないと思います、はいうん、続いてまいりましょうスワーブリチャード
あ、ここで本命の金が谷部さんから、うん、そして銅が柏木さんということで、小判になったの完成形っていうのは、うん、大阪杯の体作り、ちょうど、去年 の、 あの大阪杯の前ぐらいのあたりの体に戻してきてるな、うんうん、きっと、うん、体重発表をちょっと聞けば、あ、うん、大丈夫だ。問題は多分これドバイにも行きたいんですよね。58キロぐらいこなさなければコバのチャンピオンになれないでしょう、うん、だからそれ自体は不安じゃないから、はい、あとはミルコデムーロがどのくらい自信を持って乗ってくれるからね、うん、膨らましてきた時のスワブリチャードはもちろん中山の右回りは良くないかもしれないけれど、うん、それでも押し通すパワーはそれは僕はあると思います。ねじ伏せてろって強気に出た方がいい ね、はい、ね、うん、そう。マイネルサージュ怖い、うん、特殊な条件で走る馬ですよね。あの福島の 2000m、はい、ローカルだね。ローカルの重い馬場だと思います。さあ、久保木さんと中西さんの予想を加えた皆さんの予想はこちらです。ここまで金銀銅を伺ってまいりましたが、では馬券の買い方はどうしましょうか。ピアドラって 1,2 番人気だよね多分ね。おとなしく生まれんでいきます。生まれんで、うんうん、チラッと見たらやっぱり6頭立てですか。いやそんなことないですよ。いや、馬券で絞るとする、うん、あ、まあそうですね、じゃあ軸1頭にすれば相手は5頭ってことですね、うん、あ、そうだね、で案外上位拮抗ですよね、うん、でも3連複じゃ儲からないねこれ、うん、本命から馬単5点、うん、5点じゃないね、裏表ですから10点でいいですか。あんまり儲かないかということです、はいはい、皆さんの馬券の参考にしていただければと思います、うん。それでは今週の一押し馬を伺ってまいります。まずは柏木さんの一押し馬お願いします。はい、土曜日の阪神のメイン、はい、オルナ、前回10着凡走ですけど、はい、いやこれはあのすんなり いけなければダメという条件がつくんで、また今回もダメかもしれないけど、はい、人気落ちはありがたいことで、多分 2000m の方が1008よりすんなりいける可能性が高いのと、同型馬というか同じように先手を取りたいという馬が前回よりはずっと少ないと思います。大掛けがあればこの馬、もちろん本命というよりはあの、はい、苦しくなって何とかしてくれと買いたいというんです、はい、ということで阪神土曜日の11レースの仁川ステークスからオルナで一押し馬ということになりますね、はい、それでは続いて谷さんお願いします、阪神土曜日、はい、天崎ステークス、はい、センテリオ、ね、4450kg ぐらい、前走でやっと 450kg になった、まあ、薄手の牝馬ですけどね、はい、でも骨格そのものは460-470ぐらいになってもいい、あのね、万世系のエブリウィスパー当選上達とかね、うん、一族なんで、あの小判となって、味が出ますよ。あの去年の夏の小倉1回小井岬特別 2000m1 分57秒6というね、すごい時計で走っちゃってね、これで能力ベースはできてます。距離も 2200m ぐらいちょうどいい馬なんで、これを一つの人気ですけどステップレースにしてほしいと思います。ということで丹下さんからは阪神土曜日9レースの尼崎ステークスセンテリオということになりました。ありがとうございます。日曜日の阪神の阪急杯についても伺っていきたいなと思うんですけれども、阪急杯のおすすめの一頭というと初距離のロジクライは、あの前回ちょっとあの東京新聞杯ちょっと情けなかったんですけどね、専用の方がそういうあの折り合いとか他の馬に来られるとか関係なくからロジクライはあのもう一回買う、うん、スマートオーディン、もちろんこちらも初めての距離なんですけど、はい、確かこの馬ね上がり32秒台記録して勝ったこと2回あるんですよ。折り合いさえ覚えれば実はダノンシャンティで専用もこなせるんではないかと。だかこれは本命にはできないけど、はい、絶対買いたいという、いつか取り戻してやるという僕は、はい、ミスターメロディー、ミスターメロディー、あの前走阪神カップはね買わせるなと思ったら、あれ意外と買わせないと思ったんだけれど、うん、今回はそのダイアナヘローというね精密機が走ってるわけでしょ、それを買わせばもう結果出てきちゃう、うん、すごく簡単なレースになると思います、うん、
でその場合ミスターメロディーが第9ヘイローのリズムを崩して、ごそっとかしちゃった時に来るのがエントシャイデンっていうのを電子に今回重賞ですから、1100m ですからもう流れに身を任せて、一気差しという手があると思います。 G3 だけどここは面白いね、はい、ね。それでは最後に中山記念の小弓の気になる行ってみたいと思います。はい、こちらの2頭にしました。綿木さんの中山の1008実績というところから、うん、スローならの展開ならエポカ道路、あとコーナーを上手に回れたらステルビオにもチャンスはあるのかなと思っての2頭にしました。いいね、この2頭、4歳ね、また違った形の、馬に変身してるかもしれないから、うん、よかったら馬券の参考にしてみてください。やっぱりちょっと最後に先週の振り返りをしたいなと思っていて、インティアものすごく若い5歳だけど、うん、3歳のマイラーを見てるような、芝のマイラーを見てるような、ちょっと絶景下に汗なんかあっちゃったりしてね、楽しいもんですね。まだ良くなるよね、はい、多分もう最初から1008とかで走ってるからスピード系で交流重賞はどうかなっていう資格はあると思うんですけど、もっと強くなると思います、うん、で藤田の国騎手は私は多くのファンの方が思ったようにあれ素晴らしいと思います。あれ以上いきなり勝てよとかいうのはそれは無理筋でね、うん、いや偉いと思います。藤田奈々子ジョッキーはきっとジョッキーとして進化してます、うん、伸びてきたのは偉い、うん、そう、うんうん、そうですね、まだまだ応援したいところではありますね。ということで皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまることひっしょうチャンネル、また来週お目にかかります。それでは失礼します。